みなさんこんにちは。こんにちは。胸オペと子宮摘出オペから5ヶ月半、乳頭縮小から1ヶ月が経ちました。経過はすべて順調でございます。乳首の手術やってから1週間後が経過見に病院行って、その翌週に抜歯して、その後は、3ヶ月検診と6ヶ月検診を予定してます。で、手術からもう3週間目にはもうかさぶたなくなってる状態で、も普通の乳首として活動してます。状態として痛みはもう全くなくて、まあ、ただここら辺の触った感覚はまだなんか押したら痛いかなぐらい、別にそんな痛いわけでもないけど、で左だけここがちょっとまだしびれがある感じですかね。あの洋服が当たったらさ、なんか変な感じがする。ここだけ、ここはちょっと若干ぐらいな感じですかね。見た目もう全然経過は順調です。で見た目についてはこんな感じ。手術する前の写真がこれで、で手術した後がさっき見せたこれ、まあ、だいぶ見た目変わってきました。もうね、普通の乳首だよね。ちっちゃい、ちっちゃい。でもなんかちっちゃくなってるけど、なんか触った感覚はなんか腫れてるのかなっていう感覚は、感触がないからさ、触ってもなんか腫れた時になんかプクプクしてるようなさ感覚で指触ってる感じ、指で触ってる感じは、まあ、これが普通なのかもしれない。で色も、まあ、で乳首があったら乳輪があって、ここ茶色でしょ。ここからだん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 茶色が浸食してきてる感じ、同じ皮膚の色になろうとしてる。だから先っぽはまだなんか薄いピンク、ピンクっていうの肌色。人間じゃないの今。人間だよ。そうそう、皮膚よ。どこから来たの。もともとある皮膚さ、皮膚が生まれ変わった感じで、うん、でもそんな目立たないかな。脱皮、脱皮してる。かさぶたもここだけ、右のとこだけなんか下の方にちょっともっちりかさぶたあったんですけど、剥がすの怖いから、あのお風呂入って超白くふにゃふにゃになってる時に指でなんかこうなってこすったら表面上取れたから、うん、今もなんか若干かさぶたではないけど、なんかちょっと硬い。エシじゃないかな。エシではない。心配しなかった。うん、エシはしてないです。今のところまだ若干硬い、なんか残ってるかなぐらいだけど、まあ全然もう見た目的にはかさぶたはない状態です。で2月にやった胸オペと子宮摘出のこの子宮摘出の傷ももうほぼほぼ目立たない感じが出ます、うん、毛だらけで申し訳ないけど、こっちが左側の傷、もう多分そんな見てもわかんない、若干色がついてるぐらいです。真ん中の傷はちょうどここですけど、もうわからない、毛だらけでわからない。こっちが一番大きい下側の傷、右側なんですけど、まあカンパチになってるぐらいでそんなに気にならないかな。でおへその傷はもう全然わからないし、形ももう普通の状態ぐらいまで戻ってます。こんな感じですかね。特にあの報告するものも何もないんですけど、うん、ね、ドーナツ食べる、うん、お菓子食べたい。ちっちゃいって何が、すべてがちっちゃい、ミニマムだった。Tシャツ1枚で歩けるんで全然快適ですね、うんうん、いいよ、Tシャツ1枚、うん、やばれ、2枚か3枚鍋シャツ着けたらもう3枚着てた、うん、あーさ、もう暑いこと暑いこと、今 T シャツ1枚でも昼は汗かくけど、全然ダーク、締め付け感もないんでめっちゃ最高っす。海とか行ってないね。海行ったさ、石垣で。じゃああれ以来よ。うん、今コロナだからどこも行けない。緊急事態宣言マックスレベルなんでどこも行けないし、とりあえず、うん、乳首の手術は経過は結構早い。次の人がビーチ行っただけでしょ、あの杖みたいな。あ、そうそうそう、血だまりみたいな感じで、あれだけ、あれはビビったけど、ただまあ表面上に血の塊が付着してるだけだったんで何もなくて、で抜歯も普通に終わって、抜歯した時点でもある程度普通の見た目の乳首、まあ、ちょっと傷があるぐらいでめっちゃ治り早いなと思った。もっと時間かかるかなと思ったって、血管が細いしさ、血流良くなるまで時間かかるかなと思ったけど、8月14日に1ヶ月だけど、全然その前からね今の状態と変わってないから、良好、めっちゃ良好です。うん、あとは戸籍変更の前に
国籍、帰化申請ですね。ちょっとコロナが落ち着いたら帰化申請の手続きについて進んでいきたいと思います。どうなったんだよ、どうなったんだよ、どうなったやつ。もし他に何か聞きたいことがあったら脱ぎます。脱ぎます、私脱ぎます。何か質問があればコメント欄に書いてもらえれば答えられる範囲でお答えしますので。あ、ちなみにもうタバコは吸ってます。病院によるかもしれないけど、術後が必要なものがガーゼとサージカルテープ、あれ必要です。ガーゼ当ててる期間はここから汁が出なくなるまで、血とか汁が出なくなるまではガーゼを貼って、軟膏を塗りながらガーゼを貼って、でも汁が出なくなったらもうガーゼを取って、序盤4、5年のためちょっと血っぽいのが出たからその日1日だけガーゼをやったけど、これです。優しく剥がせる不織布テープ、このシリーズはいくつかあって、ここの下に書かれているのがお肌に優しく角質が取れにくい、これ最高です。これおすすめ、お肌が弱い方よ、うん、あとこれぐらい、まあ結構使ったけど、今までテープやったらテープかぶれとか水ぶくれとかなってたけど、まあ、ここは今回2月の手術時はガーゼが重いから引っ張られてたけど、まあ、今回ちっちゃかったけど剥がすときも全然赤くならずに、うん、めっちゃ上等でした。こっち水ぶくれあったんですよね、うん、水ぶくれ、あれはガーゼが、あれテープでだった、テープで、まあでも心押さえてはいるけど、まあ引っ張られてる感で水ぶくれみたいなこっちはできてて、で剥がすたんびになんか赤くなってたとかだけど、壊死する時の見た目としては赤黒くなってるのが、その壊死してる傾向がある。タバコ吸ったらこうなりますよって怖いブログいっぱい見た。怖いブログいっぱい見た。吸ったのっていうか、吸ってない人のだったけどさ、乳首が取れちゃいましたっていう昔のなんかブログを見て超ビビってたけど大丈夫でした。これぐらいかな。うん。てな感じです。眠った。うん。じゃあまた何か質問がありましたらコメント欄にお願いします。皆さんコロナに気をつけてください。沖縄大変です今ね。うん、小中学校、まあ、地域によるけど休みのところもあるし、高校も休みになってるところもあるし、うん、どこにも行けない夏休みだった、うん、沖縄県の夏休みは10日だったけど、結局緊急事態で休み延長になってる。10万人あたりの感染者数がワースト、ね、毎日ワースト。リモート全島閉鎖を祭りするって誰がやった？このお家で、うん、あれってよ、なんか道中ねとかもさ、この地域によって中止してるとこあるらしいんだけど、なんか新聞のあれ見たけどさ、あの閉鎖はしないけど、閉鎖、あの音楽を流して通るって、うん、あれないとお盆じゃないよね、うん。沖縄の分これからだからね。でもまあ今回受診手術したところが沖縄県立中部病院で受けてますので、はい、何かあれば質問コメント欄にお願いいたします。では皆さんコロナに気をつけて元気に過ごしましょう。